はい、どうもこんにちは。カスタムロボ V2 激闘編、続きやっていきたいと思います。前回ね、プロフェッサー草間の課題パート1、見てね、なんか、カカンポンは草間が作った、俺をモチーフにした AI だと。で、その AI に自我が芽生えて、世界中のネットワークに、旅しに行ったっていうね、なんかとんでも展開だったんですけど、まあそれはそうと、今回はロボキッチンコテージ行きたいと思います。なんか、この子たちが言うには、変なコロセウムを使う、コロセウムを使って戦う場所らしい。じゃあパーツレンタルとか取り上げはないと思うんですけど、まあ行きましょう。てかない方が嬉しいし。あれ？普通になんかいろんな、勢揃いなんですけど。ぬははは、ロボ基地誕生。さて、このコテージのルールはパーツ取り上げバトル。おい、トリッキーなホロセムじゃ。動きのない、おとなしいホロセムなど、ぬるくていかんわ。いや、大丈夫です。では、レディゴーじゃ。リヒと、ヤイバ、男の子、ジロー、ユリエロボ基地。基地。なんでここに来て強そうなんだよ。ほんと。まして、紫ワイシャツサスペンダーに負けるわけねえだろ。勝ってやる。で、パーツ取り上げバトルだからな。スターダストガン、近づいてくるな。うわ、機械と、わー、ずるい。いや、これでいい気がするわ。正直。正直ね。で、デルタボム。狭いっていうのを利用するしかなくて。ダブルフィートボットかな、まあ、今回は、ランスでいくか。いや、ラベリにしよう。これでいこう。フリーズポット、置きつつデルタボムで牽制して、近づいてスタンガン。これでいきましょう。よし。相手がね、空間制圧で来るんだったら俺は敵陣突っ込んで撃ちまくるわ。あ、同じところに行きたい。なるべく。最悪。危ねえ。全然届かない。やめ、いや、これ大丈夫。よっしゃ。いや、そうか、そうなるよね。そうなりますよね。痛い痛い痛い。あつい。大丈夫？はいはいはい。当たれーい！ずるいって！当たれ！当たらん！当たれーい！はい、OK。何回くらいやん、俺。3回ぐらい食らった気がする。よーし。勝ち。かっけー、やっぱ。ジャベリンかっこいいな。もう、エネルギー半分切ったの炎のせいやって。俺のせいやないって。こういう世話しないホロセームは僕のセンスに合わないんだよ。まあ、リトルレイダーは合わないだろうな、特に。ケンゴ兄貴とツルギ、あ、ケンゴか。はっきり言って、かなり自由実してるぜ。力がみなぎってくるようだ。お前にちょっとばかり先に行かれちまってたが、そろそろ潰させてもらう。あ、オッケー。久々に戦うな、刃。刃、暴走してたやつと、ゴライアスの塔。剣とね、合体した時に以外戦ってねえからよ、ちょっとか。なるほどね。まあ、なるべく相手とお腹埋まってきたな。いいね。まあ、ブチル行くか。多段ジャンプ2回。なるほど。あ、そう、ステージ見よう。ローリングウォールか。なる。で、ショットガンでしょ？逃げれば勝てる。
逃げれば勝てる。そんな感じする。いや、ニードルガンはセクシースタンダーとか合うなと思ったんだよな。エイミーとか斜め上にアタックするから。いや、相手絶対来るでしょ。スターダスワンで動き止める、スタンダードボムで動き止める、ポックローチ ポット置いておく、ホワイトキャンプレッグ。よし、どうやこれ。防御力は結構あるからいけるんじゃないかな、スターダストガン。よし、行こう。さっきリヒトが使ってた武器だけど、基本的にボムで戦っていくっていう戦い方になるかな、この関しては。アタックどうせ突っ込んでくるだろ。これ腹だと、俺はでかい。オーケー、ばらまいて、ばらまいて、やって、はい、ばらまいて、ボム撃って、ばらまいて、オッケー、いい戦い方できてるよ。俺がやりたいこと言ってる。ばらまいて、撃って、ばらまいて、ばらまいて、じゃあリフレクションポットが当たる。はい、ばらまいて、なんか全然食らわんな、食らわんっていうか全然倒れん、ちょっとしか当たってないから。ばらまいて、ばらまいて、ばらまけねー、あぶね。はい、ばらまいて、ピック当てて、当たれ、当てん、当たれ。おお、あー、くそ、アタック、ジャンプせんかったアタックできたの、くそ。あ、ジャンプ効くね、こいつなあ。当たりきてくれた、ありがとう。よし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 。いやー、まじさっきショットが2発食らうところ、俺飛ばんかったらアタックできたな。意外といい笑顔じゃん。よし、1万5000点。いいでしょう。なぜ？お前はいつも俺、一歩俺の前に行く。だって、コマンダーってかロボめっちゃあるからな。自由だもん。まだまだ君の知らないすごいカスタマイズや戦略を持ったコマンダーがいるのだ。え、お前が？お前も名前ついてんのか？もしかして。カイザーヘッド。顔凛々しいよな、細いけど。マジ七不思議だ。ニードルガン。ニードルガンか。俺もやりてえんだけどな、ニードルガン。お、シェイドだ。あ、レイ行くか。どうしようかな。ニードルガン遠距離だから、これきついな。マルチプル、ナックル、やるか、とりあえずレイフォールで、来させないように。いや、ちょっとアンプレラポットもないもんだって。あ、あいつ来ねえじゃん、どっちにしろ。はい、ボールボム、ボールボムじゃない気もするけどな、あいつ来るもんね、結構。ジオトラップボムかな。いや、ジオトラップボムってあれクソデカ、クソデカくんだよな。まあいいや、とりあえず魔法で、ドルフィンポットかな。ドルフィンポット俺意外と好きなんだよな、勝手に爆発するけど。かわいいしな、見た目で。ショートバーニャレッグでさっさと逃げながら戦いたいが、ステージはあんま壁がねえな、あんま壁がねえ。あ、でもここはやりやすいぞ、ここは置き武器使いやすい場所だ。分裂した時に相手のところにいなければ、レイフォール置き放題。これはでかい。
うわー、左上取り手、左上が左、右下取り手。無理。なんかボムが行きたくない、同じ場所に行きたくないよ。よしよしよし、はやっ、はいはいはい、撃っちゃって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 、ごめんね。ほらほらほら、打ちまくれ打ちまくれ、十分すぎるよ、打ちまくれ。知らん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 、いた、ちょっと食らった。いや大丈夫大丈夫大丈夫、オリンが早い。よしよしよし、オケ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 、陣置きまくれ。知らん知らん、動け。あはは、じゃ隠れダメか、まず出てるやん。どうなってるの、いや今空中で撃ったのに、あぶねー。やっぱレイフォール、このステージとレイフォール相性いい、相性良すぎる。じいちゃんだったらもっと楽だったろうな。よしよし、マルチプルとかもう強かったかもな。ここじいちゃんマルチプルもありだったかもしれんな。あんま壁がないし分裂するからマルチプル当てやすそう。ジローさん、レイフォールばかりでもいかん。本当に？おいマジかよ、ちょっとびっくりさせてやるよ。本当に？今お前は我がライバル、本気でいくぜ。字教えてくれないとかあったら面白いけどな。見れるんだよな俺、見ちゃおう。 V レーザー、くそ俺メタじゃねえか。くそ俺メタってきてやらかで、使えないってことでしょ。いやこれはでもありだな。コメントさんってアタック、ちょっとこれ見るか、能力で変えよう。対空タイプ、これはありだと思うんだよな。コロナ、コロナのニードルガン、これは結構いけると思う。で空中に浮かせたいから俺は。違う、当たると上に上がるみたいな、上に吹き飛ぶ、 G から上に上がる、それがいいけどな。V レーザーがだりいけど、まあ、V レーザーあんま当たらんよ、地面走らんから。トマホークボム、シーカーポット巻いとくか。一応上に当たった時に当てやすいから、これで今度ね。どういうタイプだったっけ、パターンジャンプが2回、ジャンプしやすいやつやね。クイックジャンプ違うな、ワイドジャンプか。ちょっと見てみるか、一応アタック見るわ。あー、オッケーオッケー、了解だ、行こう。いやーちょっとかましたいよねー。まあ、実質ホークマンと同じだからな。 V レーザーとか行く、まあ、遠距離は同じだけど、またなんか変なやつ選んできたって感じするわ。じゃあこの位置だったらジャンプこう行くか。近づきたいんだけどな、うまくいかない。めっちゃ食らってんよ俺、なんで俺が食らってんの、おかしくない。一気攻撃低いからな。はい、打たせん打たせん、Vレーザーなんて打たせないよ。ダメ受ける、よくやって、大丈夫、これいくらでも。うわ、ボムする。
やりたいことはできてるな。マジ？やばい。いや俺もシーカーポット食らった。でも俺が早い。早いな。大丈夫大丈夫よ、まだいけるよ。はい、オッケー、ラッキー、チーカポット来てたわ。よかった。かっこ意外となんか武闘派やな、ポーズが。13000点、悪くないね。レイホールバカ1台、バカ1台もう伝わらないんじゃない？今でも当時でもギリなんじゃないの？ご機嫌いかが？と、そういえばドレッドが復活したんだってらしいね。やつらもゴライアスに負けず劣らず恐ろしい連中よ。ガガンポン君も気をつけてね。ありがとう、アドバイス。私もまた捕まったりしないようにしなきゃ。これ初代の話か。行こう。プラネッタよね。もうお前がプラネッタに来ることはもう重々承知のすけ。バーティカル、デルタ、フロートポット、ふわーっていくやつ、これ。違うな。なるほどね。相手に向かって飛び、頭の上で回る球。爆風は上に伸び、だから飛んじゃいけんってことだね、これは。オッケー。殺せ、パニックキューブか。また。じゃあ、あなたの友達の、あ、全部埋まってる。やった。ベル使うか。やっぱベルだよな。いや、じゃあルクスとかにする。うわー、こいつ見ると能力低く。いいか、ピコで、バーティガルだから、まあ、壁がどうしたらこうしたら系でしょ。むずいなナックルガン。いや、むずいな、これ、ちょっと。相手がバーティカルってのも利用して。あ、壁かな。いや、じいちゃん行こう。じいちゃんで、そう、いや、やってみるか、マルチプレイ。どうなるか。横に飛ぶんだっけ？空中だと。オッケー。で、ロングバーニア。で、そいつを生かすためにダブルウェーブボンドがあったよな、なんか。あれ、ボットだっけ？こういうなんか動きを制限する系をちょっと置きたいよね。これだ。とにかくこれで相手の動きを空中に行くようにしてマルチプロを当てる。どうこれ。そんなことコンピューター考えてくれるかな。いや、ユリエが。よし、パニックキューブなー、まあ、まず反対側行きたいな俺は。理想だけど怖いな。相手が速いな、圧倒的にこれは。分かってたよ。 OK、 避けて、はい、当たんね。嘘、届く前に届いてはいるか。いやー、ちょっとむずいな。はい、いいよ。当たり一発でも、一発でも当たり。全然当たんねえ。当たんねえな。当たること祈るしかないんだけど、こっち球が。リフレクションとかは良かったかな、まだ。まあ、意外と壁少ないから。
バイバイ。近づくな、お前は。遠くにいてくれ。来た、ナイス、緊迫した。まあ、当たるよね、それ。そのバーチから強いわ。よし、俺が先。2回ぐらい止まってまして、あったな。いや、むずいな、ごめん。いや、パニックキューブ、高低差あるな。ないと思ってた、ハンマー。でも気づけば、おっしゃー。倒してる。時間かかった。狭いな、このステージ持ったより。よしよしよし。いい笑顔。モンスターファームにいそうな笑顔だ。オッケーオッケー。まあ、時間はなかったけど、エネルギーでごまかしたな。くそ、もうガガンモンなんかデートしてあげない。よ、いいし、別に。はい、ロボ基地。ロボ基地負けたんだよな、俺。オラクルヘッドだっけ。ちょ、あ、そうか、ファニーか。じいちゃんで来てたんだっけ。サテライトポット。飛べねえな。マルチプル来た。どここれ。クレイジー法廷。クレイジーだな。まあでも、やるか、最後ぐらい。やっぱ一番ね、こういう型でいこう。ガンガン近づけよ、俺は。あれ？あ、何ガンだったの？スプラッシュガンか。スプラッシュガンありだな。単純に威力が高いような武器を使いたいので、ストレートボムかな。Tにしたら前に来るからスプラッシュ当てやすいし、でじいちゃんだからスカイフリーズポットにしておいて、フォーミュラー、いやー、サビライザーかな。これでいこう。まあ、ピラミッドが動くから、そこ、どうなのっていうところあるけど、まあ、逃げ切れるんじゃないかな。うまく、この壁に当たったとしても。これ壁判定だったよな、ピラミッド。ごまかせそうではある。顔顔顔顔。まあ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 、十分。十分よ、はい、意外と分かんない。なんか当たってる、何かに当たってるよ、俺。見えない、見えないけど何かに当たってる。危ねえ、遠すぎて助かった。オッケー、これで相手リセットして、俺一発で倒れるな。我慢が効かなさすぎて。助かった。オッケー、いいよ。いた、当たるか、これ。いや、これ無理だ。大丈夫、向かいが近づきすぎたんだ。あ、どうなってる、どう、何がどうなってんだ。そう、全然逃げれねえ。前飛びすぎだろ。危ねえ、食らってる。くそ、ピラミッドのせいで当たらん武器が当たっちゃった。はいはいはい。よし、だから思ったより時間かかっちゃうな。これ届かんか。今結構いいダメージ与えれそうだったんだけど、一発撒いて。あれ、俺食らってる。え、何が避けられてるし、ほんで。うわ、マジか。いけると思ったんだけど、我慢かかってる。逃げるな、おい。くそ、やべえ、死ぬ。マジか、負けた。うわ、当たらんかったらよかった、今。全然当たったわ、今、分裂する前の。くっそ。
うわー、やりたいことできんかったな。空中じゃないとダメ、ここもしかして。仕方ねえ、じいちゃん出すか。やりたいことはできたんだけど、単純に俺が下手だったな。いや、あー、ホークマンもありだな。ホークマンのドリルガン、これでいいんじゃないですか。で、設置型にしたい。設置というか空中系にしたい。あれ、あ、ボーイだね、あれボットか。ペイン、空中のやつ、あ、なんでどれだっけ。いや、動き遅いからシーカーポットとかでもいいんだよな、正直。当たるときは当たるからな、そのいい感じで、ショートバーニアにしよう。よし、アタック多用していこう。ホークマンだったら、ホークマンのアタックは俺結構好きだから。さっき捨てが良かっただけに、相手が早い。これはOK、これ逃げなきゃ俺が食らう。危ねえ。よし、いいよ、いいね、ナイス回避。いやー、マジか、これ強い、マジフォークマンのこれ強い。全然アタックしとけばなんとかなる。オッケー、困ったらアタック。おっしゃ、あぶねー。いやでも最小限で抑えたよ、ダメージは。どうだこれ。おし、いや、この浮き上がるアタックがマジでホークマン特有すぎて、これ使いやすい。わ、かわいい。やった。パタパタしてた。ヨッシーみたいなことしてた。よしよしよし、いいでしょう。まあ、一回負けちゃったけど、まあ、2万点からやからな。うわ、微妙か、これいける。あー、多分12万点だったな、今の。カイザーヘッドサテライトポットだけかな。はやっ、ロボ基地に勝てねえ、一回で。開港といえば海。海といえばマリンパークじゃん。このコテージの先にマリンパークがある。そこいいことよ。イルカのクレオパトラちゃんをはじめとするコマンダーたちが待ち受けておるぞい。じゃあ、ふかしの友達だらけじゃねえか、じゃん。そんなん。サザエのつぶやきを売っておらんの。残念。ブーン、超級を祈る。全然知らない。ずっと願っておるぞいってこと？俺のブーンを。で、ここか、マリンパークフェスティバル。クレオパテラと、パトラとか、なんだっけ、あいつの名前、猿の名前。シーザーか。シーザーとかもいるんかもな。先に、この辺全部やっていっか。せっかくだしな。ここは確か、もうこれで行き止まりじゃなかったっけ。だよね。あと、カトレアお嬢様がいるであろうところで終わりだ。よし。じゃあ今回終わります。見てくれた方、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。